こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日は全南作戦の、ノルウェー北岬沖北極海 PAQ-17 戦団を護衛せよ、戦力ゲージの攻略をしていこうと思います。それでは早速ですね、作戦の内容からご説明したいと思います。はい、本日は、戦力ゲージということで水上打撃ルートへの出撃になります。水上打撃部隊が編成すると、この2番目の場所からの出撃となります。編成は、戦艦、空母、を2隻以下、かつ、駆逐艦を4隻以上、速度を高速統一することで、まあ、道中、対戦員が1回、水上戦を1回、そしてボスルートに行くという、まあ、比較的短いルートで到達することができるので、とは言ってもね、やっぱり最終回、前半のね、最終回帰ということもありますので、道中簡単に抜けられるかと言われれば、まだそこも簡単にはいかないと思いますので、道中支援、そして、ボス戦には決戦支援も出して挑んでいこうと思います。ルートは、RS そして T 最後に Z マスに行くことになります。では、続いて編成の方の紹介をしたいと思います。編成の方は次のようになっております。空母、グラフセッペリン、従順洋艦のプリンツ・オエギンとポーラ、軽巡洋艦のヘレナとガリバルディ、水上規模艦のコマンダンデストが第一艦隊になっております。装備は次のようになっております。アドミラール、この艦隊もクリスマスは祝うのかな。このシュトーレンも悪くないさ。この国の潜水艦が作ったのか。やるな。機関の方は前回に引き続き、グラフセッペリンに勤めてもらっています。装備の変更点としては、艦上攻撃機、艦上爆撃機、艦上戦闘機なんですけど、艦爆のところだけ、祝い隊に変更してあります。
リッツオイゲンですね。こちらは主砲水上偵察機に水上レーダーでおります。メリークリスマス、提督、楽しみましょう。今日は飲んじゃいましょう。メリークリスマス、クリスマスですけど、ここはね、回避攻略をやっていきます。ヘレナの方には手法と、光学砲、そして、レーダーと放射装置といった装備の編成になっております。なんでしょう、出撃も飲み会も行けますよ。ポーラの方も、前回のところからの変更としては水上戦闘機ですね、こちらを装備してあります。あとは同じですね。ここも、コマンダンテストですね、ここまではどちらかというと輸送作戦のためにダイハツを積んだりもしていたんですけども、ここではもう戦闘の方にシフトしてありますので、水上爆撃と、水上戦闘機の編成、あとは速力は高速設定にするための装備をしております。私のモットーは従う。知ってるよな。そしてガリバレディも、輸送作戦の関係上戦闘力ね、半分くらいしか発揮できてなかったんですけど、今回はもう戦闘が十分発揮できるように主砲水上偵察機に電弾の装備となっております。以上が第一艦隊の装備と編成になります。第二艦隊は駆逐艦タシュケント、ベールヌイ、チャービスにメーベ、そして戦艦のガンクード、軽巡洋艦のゴトランドの6名となっております。装備は次のようになっております。空色の巡洋艦、どうしアドミラル、そう呼ばれてたけど、なんだか少し恥ずかしいな。そうか、タシュケントは4ストロットが装備できるということもあるので、カットイン装備の魚雷を2つと、あとは対戦装備もしてありました。ここはねちょっとまだ様子見という感じでありますけども、あとはスロットのところにミハリーンを搭載してあります。上機嫌ですね。ガンクード、主砲、そして、今回は、切り札といいますかね、ダメージソースの一番の、期待値を込めて鉄鋼弾の装備もして、そして速度も高速設定という感じでいってみようと思います。司令官、作戦命令。ベールヌイに関してもタシュケントと同じように火力が出るので、カットインにしようか迷ったんですけど、とりあえず連撃装備にして、あとは対戦装備ですね、こちらの方でちょっと様子見てみようかなと思います。ジャービスですね、どれくらい火力が出るかちょっとわからないので、カットイン装備のあとは、対戦装備をさせてはいますけども、ちょっとここもねまだちょっと様子見といった感じになります。何かな、僕はボイラーの整備をしたいんだけど、
そしてレーベ、最初の輸送作戦以来の、出撃となります。まあ、こちらもね、どれだけ火力が出るかちょっとわからないので、まずは連撃装備の減反装備、まあ、こういった感じになっております。そして最後はバトランですね。手法手法、あとは野戦対策として照明弾、水上偵察機野艇ですね、こちらを装備しております。まあ、以上12名の出演しております。あとはね、道中支援もね、もう駆逐艦神風、朝風、戦艦金剛、比叡、春菜、空母、猛将、こちらが道中支援艦隊となります。うん、そして、今回は決戦支援も出していきます。駆逐艦松風、旗風、戦艦リシュリュー、ウォースパイト、コロラド、そして空母アマギ。まあ、今の出せる戦力としては、まあ、これが精一杯かなという感じですけど、これで、出撃していこうと思います。うん、では用意もできましたね。あとは基地航空隊ですね。こちらの設定が作戦計画概要をご説明します。ここまでは、うん、あの制空権争いほとんど発生してこなかったんですけども、本日は制空権もねちょっと取らないといけないということで、陸上戦闘機から本当に最近、回収してました、一式戦はやぶさ3型コーンがね、ようやく回収終了しました。まあ、前からあるのと含めて、2中隊、そして銀河と水上偵察機の熟練、こちらを第一航空隊としております。そして第二航空隊の方には、第一中隊に一式戦はやぶさ2型64戦隊。まあ、いつもね、イベントですと、必ずと言っていいほど出撃する、まあ、艦隊の切り札的一戦ですね。そして、陸砲の方がちょっと変更しますね。こちら。銀河中隊を2中隊。そして、一式陸上偵察機の熟練を装備ということで、準備の方は完了となります。では、支援としていきましょう。うん、いいわね。よし。こういうの嫌いじゃない。うん、さあ、ようやく、ここまで来ました。うん、まあ、前段作戦もね、ようやくね、ここまで来れたので、海域突破を目指していきたいと思います。一応今日の、配信につきましては、まあ、大体1時間くらい目処にしておりますので、9時くらいですかね、そこまで配信したいと思います。そこまでお付き合いいただけると嬉しいです。それでは出撃していきましょう。この機動部隊は私が預かる。機関グラフゼッペリン、抜秒する。ヘルシーさん、今日は初コメありがとうございます。E319×でプリンドロミにお邪魔しました。出るのかな。まあ、プリンツはね、うん、まあ、イベントじゃないと、まあ、ドロップできないですからね。まあ、できるだけ可能性に向けていきたいところでありますけども、
今日もね、よろしくお付き合いいただければと思います。クラッツェ、私がもらっていいのか。悪いな、みんな。ま、どうしよう。そういうことだから。空色の重要だね。また一番なのか。いや、何度でも嬉しい。空母Qさんもコメントありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。あ、そうでしたね。戦力まあそうでしたから、自分の物欲センサーが書き込み番組を合わせてしまいました。そうですね、うん、まあここら辺は輸送作戦の方でね、もし出会えたら、うん、嬉しいんですけども、なかなかね。この辺何回も輸送作戦で通ったとこなんですけど、2回ぐらい撤退させられてますからね。まあ、そういったこともあって、まあ、途中支援出してみました。うん。やっぱりね、ここで取られちゃうと、だいぶ精神的にもダメージ食っちゃうんで、まあ、万全の体制でいきたいと思います。この支援艦隊、よしね、うん、反抗戦ならばこちらのダメージもね、少なくて済みそうだからいい感じで。攻撃開始よ。行きましょう。よし、攻撃隊と発艦始め、攻撃開始。行きましょう。ダーッ。何か日付代わりに歩行の期間を誰かにすると何かが起きたりするのかな。すいません、ちょっと情報がちょっと攻撃用意、うん、行くよ。情報を仕入れていなかったので、もしよろしければ教えていただけると嬉しいです。え、私がラッキーガールですって。全然そんなことないよ。博士とか苦手だし。何、この私の戦果が。そうか、何気にすることはない。必然とはそういうものだ。貴様、なんだその顔は。提督、うん、私、次も任せておけ。はい、サギリですね。このイベントでもう早くも3回目ですね。よろしくお願いします。ネジカユラさん推定でしょうけど、あ、何かプレゼントがもらえる可能性があるということなんですね。さあ皆さん、今回の初戦闘ボス戦ですね、何かあった予想作戦も完了して、ようやくここまでたどり着きました。ただね、どれだけの戦力でいけばいいかまだ迷ってるところなので、まずはどれだけ戦えるのか見ていきましょう。では第4警戒航行序列で戦闘開始です。自分の心のまま、霞ままで執務室にいてもらえますか。そうですよね、うん。貴様らにもねえ。
この子ですね、戦艦新世紀ですね。さてさて、どれだけの戦力なのか見つけてもらいましょう。出撃、ファーバー。なるほど、制空権は取れましたね。これで制空権は確保だ、そこか。悪いね、いい感じに削れましたね、大体3分の1くらい落としてくれれば、あとは水上艦で。そうですね、今日もし秘書官の誰かにするかと言われれば、もちろん私の場合は飛龍を秘書官として今日ねついてもらおうかと思っています。さすがに半分近くね削れても、こっちもだいぶ被害を受けてますね。でもね、第二艦隊の方はほぼ無傷で来てるので、これなら野戦で勝負になりそうですね。 あと一応新艦隊も出しては見ています。まあ、誰が来るかは分かりませんけども、では野戦の方ね行ってみましょう。タシュケントの野戦お望みかい？いいよ、どうし、突撃だ。人類隊、うわ、戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん、行きましょう。はっちゃん、了解。潜水艦隊作戦に参加します。潜水艦が支援に来るか、これもさ、新しいな。総理グスンということで、これもね、出し方にしたということですね。おお、すごい支援艦隊強いですね。本体が行く前にもう落としかねない勢いでダメージが出ましたね。びっくりしたな。これはまあ仕方ないですね。もうここまで削ってくれたんだったらもうね、まあ、これでどのくらい出るのか見たいとこですからね。200か、なるほどね。いいわ、今は下がってあげる。でもいい、覚えておいて。あ、これが E4 で大暴れしている潜水艦図の友軍なんですね。なるほど、これなら、大暴れしますね。あ、みんなお疲れ様です。最初のね、出演機勝利できましたね。全然そんなことないよ。博士とか苦手だし。そうですね。まあ、今回はね、支援艦隊も出したし、基地航空隊もね、当てたし、強編成のね、入軍も来ちゃったんでね、だいぶ、いいのが重なったので、落とせましたけど、だいたい、こういうイベントの最初のボスに関しては、最初はこういういい感じの結果出るんですけど、でもね、2回目、3回目、これがうまくいかないのがね、この艦隊コレクションっていうゲームの、難しいところですから、まあ、そこら辺のね、みんな頑張って
よろしくお願いいたします。攻略できるようにね、やっていくつもりなので、よろしくお願いします。さあ、王将さんも、よろしくお願いします。アトミラール、艦隊が帰投した。まずは最初の戦闘、うまくいきましたので、またちょっと用意してね、行ってみたいですけどもね。スパシーバ、助かるよ。第二友軍どれだけ強いのか見ものですね。まあ最終回帰はね、ちょっととんでもない編成ですからね。まあそれでも今までどの回帰でもね。まあ、簡単にクリアできたという回帰は何一つありませんので、まずはそこに到達するまでね、こんな感じでいけるのかね、そこをまあもうちょっと情報収集して突破をしていきたいなというところですね。前にも基地航空隊のことでお話ししたことあったんですけども、やっとね、一機船はやぶさ3型鋼のもう一個の中隊が回収マックスになりました。でようやくはやぶさのね、もう部隊2中隊揃うことができたので、まあこれを今度の、まあ、次の第4回帰でもね、活躍してもらえるように、まあ、熟練もつけも兼ねて、出撃しています。まあ、もちろんね、この64戦隊、これは、十分活躍もしてくれますし、こちらの64戦隊もね、もちろん出番が来ますけども、ここは、元気といった感じで準備中ですね。それでは、2回目の出撃に移っていこうと思います。作戦計画概要をご説明します。ね、一応最短であれば7回ね、勝利取れればいいような、まあ、説明ではあるんですけどね、ね、そう簡単にいかないんだよな、もうこれは、ね、よし、まずは出撃をして行ってみましょう。今日のクリスマスプレゼント開けて64入っていたらね、それはもう全員に64配るっていうのはちょっとね、すごいことだと思いますからね。よろしい、攻撃隊、まあ何が出るか、蹴散らすぞ。まあまさか選択報酬なんていうこともありえますけど、何が出るのやら。何が一番必要かと言われればね、まあ、全部ですって言っちゃうんでしょうけど。近づけるな、ファイヤー。実は結構最新鋭だぜ。本物のな。まあ、カットインであれば魚雷は欲しいだろうし、まあ、水上戦であれば、まあ、手法ですね。まあ、特に大型手法は火力にやっぱりこう回収、まあ、してるかしてないかもあるんでしょうけども、基本的な性能でね、だいぶ
火力が違ってきちゃうんでね。I really appreciate it. ありがたくいただきますね。まあ、対空戦のことを考えれば、まあ、対空戦の用の機銃や攻撃砲も必要でしょうしね、うん、まあレーダーもねあればそれだけ艦隊の防空能力を高めることができますし、あ、64戦隊が配られたのはいつになるのかな、もうだいぶ前、だいぶ前といえばちょっと言い方があれなんですけども、よろしい、攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ、攻撃隊出撃フォーバーズ、さあ追い込むわ、あ、そうか、2017年の春イベントの E5 工作戦の突破報酬だったんですね。あとはランカー装備として1回だけね配られたことがあるんですけど、まあそれ以外ではこの戦果も当然、まあ、最高で持ってる人って言っても20体、うん、確かにね、星5もついてるですからね。どうしよう、アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか、いや、何度でも嬉しいものさ、セクチャロスでは完全にもう別格の存在になっていますしね、ですからこれはちょっと強い装備ですよ。よろしくね。あ、ブラコゼ、よろしくね、うん。しかもこのランカー装備っていうのもね、ほんと1位から5位の本当に先行配属された装備になるものですから、これを取っているっていうのはね、もうね、あまり説明は不要かなと思います。そうですね、2016年半ばでなかなかね、大作戦どのイベントでもね、特に後半回帰のまあ、ボスが強いっていうのもあるんですけど、道中がね、ただごとじゃないことになってるので、ボスにたどり着くのを抑え大変な状態になるのがよく多いんですから、うん、さらにそれにお札システムもありますから、まあ、連合艦隊組むにしてもね、まあ、複数の連合艦隊で最大火力が出せるかどうかだけの、うん、戦力がないと、まあ、そこに挑戦することすらね厳しいということですから、うん、敵艦隊発見、よろしい、攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ、やっぱりこの装備は確かにちょっと別格なものですから、何かしらね、そこか、悪いね、よし、支援艦隊もねいい仕事をして、基地航空隊大分解苦戦しましたね。戦火ランカーとか最上位は今の時点で8832とかね、そういう領域の人でね、
ないとちょっと持ってない装備なんですから、まあ、イベントでもう本当にもらったと言ってもね、まあ、工作戦で取ったということもあったので、まあ、それ目当てで取ったというわけでもないんですけど、今となっては、まあ、あの時取っておいてよかったなとは思います。だいぶダメージが出てくれたんで、まあね、野戦にも突入してみましょう。いいよ、どうし、突撃だ。戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん、行きましょう。はっちゃん、了解。今回も強いのが来てくれましたね、はっちゃん。大嫌い。瞳にいいよ。強いな、カットイン出なくてもこれだけダメージが出るんだな。今回はね213残しての第二艦隊の攻撃になります。うらー、おお、だいぶ火力にこう開きが出ますね。さっきは200ぐらいだったんですけど、今回400ですか。何やら不穏なコメントを残していきますけどもね、まあ何はともあれ2回目ね勝利されましたね。みんなお疲れ様です。戦果も当然の帰結だな。アドミラル、どうしよう。アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。うん、腹しょう。私、妙高型従順洋艦、妙高と申します。共に頑張りましょう。はい、妙高さん。今回はね、第4回期で出番が来るのかな。うん、よろしくお願いします。アドミラール、艦隊が帰投した。これで2回目ね、勝利取ることが出ました。作戦計画概要をお説明します。うん、だいぶ減らされましたね。確かに64戦隊は、まあ、強いですから、まあ、もう銀河がもうだいぶ落とされちゃいましたね。連動はもう1までやってしまった。やっぱり対空火力だいぶ高いんですね。よしよし、でもね、支援艦隊とね、基地航空隊ばかりにね、活躍させるわけにはいきません。まあ、みんなでね、勝利を取っていかないといけないですから。結構重傷よ。今度会ったら、提督が2人。ちょっとだけ飲んじゃった。服が邪魔。装備で363番ですね。こちらの GFCSMK37 プラス5インチ連装両用砲の集中配備っていう装備、こちらは2019年の秋イベント、まあ、E6 の報酬だった、手法ですね。まあ、今回、
ヘレナにね、まあ、装備させてるんですけどね、まあ、軽巡洋艦でもあの、まあ、言ってみればかなりこうトップヘビーな装備になってしまうので、装備はできるんだけども、あのペナルティがかかってしまうっていう、そういうちょっと特徴がある装備です。こちらの、あの装備をね、まあ、アトランタやヘレナ、ヒューストン、まあ、コロラドといったね、アメリカのカンメスが装備すると、あの、マシンの性能が発揮できるということなんですけど、あの、まあ、ゴトランドとかね、オーヨドアガノ型だとちょっとこの装備積んでもあまり、まあ、威力がね、発揮できなかったりするので、まあ、できれば、まあ、そういうカムスは、あ、まあ、10センチ光学砲を装備したらいいのかななんて思いますけどね。まあね、まあ、イベントの最後だとね、まあ、ボスもそうですけどね、道中がね、とんでもなくこう、壁が出てきて、道中撤退とかも、まあ、頻繁にこう発生してしまうと、うん、今日はちょっとやめていこうかななんて、そういうふうに思っちゃうんですけども。まあ、いずれにしても、まあ、時間には余裕を持ってね、攻略の方をしていきたいなと思っています。それでは3回目の出演機に移っていきたいと思います。じゃない。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦会議、それでは、行ってみましょう。この機動部隊は私が預かる。そろそろ機関グラフゼッペリン潜水艦あたりがね所定でボーンって来そうな気がして怖いですけども、初コメありがとうございます。ボンちゃんさんでよろしいでしょうか。タモマルです。今日もこちらのね、前段作戦の占領ゲージの配信をやっておりますので、まあ、時間の方はね、あと30分ぐらいの配信ですけども、そこまでお付き合いいただければと思います。あ、おめんさんも今日また見に来ていただいてありがとうございます。ここまではね、順調に来てるんですけど、そろそろなんか起きそうな気もしならないんですけど、うーん、それは大丈夫か。やっちゃったな。やっぱり出ましたね。これだから初手の潜水艦は油断ならないんですよね。これこそやっぱりイベントだなと、ひしひしと感じる、まあ、そんな攻撃ですね。無駄だね。ダーリン、ちゃんと見てた？ふう。でもな、こればっかりはかわしようがね、ですよ。グラッツ、私がもらっていいのか？ベール脱いで抜かれたんであってはもう、そういうことだから、まあ、ジャービスであっても、また一番なのか、まあレーベでもね、多分来てれば今のはちょっとかわせなかったでしょうからね、もう致し方なしということです。ちょっとここ考えないとな。そうですね、特攻艦をね、的確にスナイプしてくる潜水艦の鏡ですね。いやー、ほんと右の肩カンコレうまくて、ほんとに困ってしまいますけど、でもこうじゃないとね、相手にとって不足なしというところですよね。簡単にこうね、突破されたのであっては、彼らも。行こう、悔しいでしょうから、
私たちもね、全力を持って突破するできるように用意をしていきたいところです。さて、どうしよう。ここは、ここはね、まあ、道中はそれほど対空戦しなくていいっていうことが分かったので、まあ、そうして狙ってくるのであれば、もう悪事装備させておくしかないので、そうですね、これは信頼できる。あとは、まあ、順番の方はね、必ず同じ間を狙ってくると限らないので、ちょっと位置をずらしてみたりね。この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くないぞ。この国の潜水艦が作ったのか。やるな。ですね、ハッちゃんの作ったシュトーレン、早い人ですとね、もうクリスマスということなので、もうケーキなんかもね、買われた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。こういう時期がないと、なかなかケーキもね、食べる機会がないですから、ぜひ買ってたくさん食べて、そして、まあ、シャンパンとはいきませんけどもね、飲み物も、美味しいものを飲んで温まっていきたいところです。先ほどアトランタ砲ですね、紹介させてもらったんですけども、まあちょっとトップヘビーのこともあるので、ちょっと搭載が難しいなという軽巡洋艦であれば、やっぱりこの10センチ砲角の降車装置ですね、こちらであれば最大限の対空、そして砲戦火力と引き出せますから、やっぱりこの装備ね、おすすめだとは思います。プレイ時間、放送時間は1日1時間とかに限っているんですかということなんですけども、大体で1時間から、まあ長くてもまあ2時間くらいにはしようと思っています。まあ、なかなかね、配信前に大体準備できるものは準備するんですけども、まあ、大体そう、自分がね、予想していた通りの展開にはなりづらいので、まあ、そういったことも考えて、まあ、時間の方は、まあ、大体ね、目標が達成できれば、もうそこで終了することもありますし、まあ、1時間から1時間半、くらいを目安に、配信をしようと思っております。はい、そうですね。なかなか、そうですね。おめんさん、コメントありがとうございます。まあ、回収をね、この一つだけでもマックスにしたのを積めば、それだけで艦隊の防空に大きく貢献してくれますもんね。先日はアップデートで雪風が最終配送した段階で、この攻殻砲のね、星4のものを持ってきてくれました。今まで作ってあったのと合わせると5つ目の回収したものになります。なので、これもね、まちみちに回収して、そうですよね、秋月砲ないころはね、こ
これはちょっと作れることは作れますけど、うん、まあ秋月に持ってきてもらった方が絶対あの、まあ、お得感が半端ない装備なんですけどもね。まあこれだけあればもうまた手法がいいだろうみたいなね、ずっと言われ続けてきたんですけども、まあ、最近はあの、まあ、これ以外の手法もね、活躍の場を広めてきてますし、こちらも、手法としてはね、火力が高いという、あのまあ、俗に言う七波法なんですけども、うん、最終回帰になりますとね、あの、ニューグモ型が、あの、よく特攻化にされるケースも多くなってきているので、こちらもね、回収することで、あの通常の見えてる火力以上の破壊力がね、増せたりするので、ここも忘れずにね、回収していきたいところですけど、なかなかネジが重たいのでね、あんまりこう数を揃えて回収していくのはちょっとハードルが高くなっちゃうんですけど、まあそれでもね、一つか二つでも回収重ねることで、本当に最後はね、この火力1あるかないかで倒せるかどうかといった局面になってきますのでね、うん、まあ考えられる、まあ対策は立てておいて、それでもね倒せないとなってしまった時はもうすっぱり諦めます。その時はね、まあ私の実力が足りなかったんだと、もうね噛み締めて、まあ、次のイベントには、うん、まあ、絶対ここをね修正してやるんだという気持ちで、まあ、プレイをしております。おんちゃんさん、そうですね。まあ、ネジも重たいんですけどね。新型砲も食っちゃうんですよね。おめんさん、これ5本も作ったんですか？すごいですね。私も、数は8となってるんですけど、回収してるのは実際に4つだけで、それも星がマックスなの1つだけ、あとは星が2つだけつけて、まず今はこれでいいだろうというふうに代表はしてるんですけどね。でもいずれそれが必要になってくる時が来るのかもしれませんけども。うん、ではね。作戦計画概要をご説明します。この回帰の攻略、また出演機をしてみましょう。ね、対策となればもうね、まあいよいよ抜けられないとなれば後悔を出すんですところではあるんですけど、まあ、そこまでしなくてもね多分抜けられると思うので、ここは基地航空隊はボス集中でそのまま行ってみたいと思います。航空母艦グラフツェッペリン出撃する。リヒテンデスアンカーズ。できればね道中の最初で撤退というのはね、一番こう心に来るのにね、突破してもらいたい。これだけは切実ですけどね、今度は突破してくれるでしょう。みんな頑張ってきてね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。
蹴散らすぞ。これでどうぞ。無駄だね。ザウェイ、ちゃんと見てた？よし、今回はよしよし、うん、駆逐艦に刺さるとね、パン王人でも油断はできないですね。多分3本1隻に集中されると、さっきみたいにね、ペアまで持っていかれることあるんでね、なんとかね、初戦はね、おめんさんもね、わかりますよね、初手でやられるとね、ちょっと食らってくるんでね、そこだけはね、大破とは言わず、中破でなんとか止まってくれれば、うん、空色の巡洋艦がなんとかね、踏みとどまれるんですけど、まあ、陛下だけはどうしようもないんで、ここはまだ道中が短いからまだいいんですけどもね、まあ後のことは、まあ、あとその時に考えればいいので、今を突破することを全力でね、やりたいと思います。でもね、油断すると、罰でも持ってかれますからね。ね、急に。怖いな。敵艦隊発見。よろしい。攻撃隊、発艦始め。蹴散らすぞ。頼むよ。ここで新艦隊で。よし、これでの、ね、急ね。ここだけのね、アップ、多いの。ホーラもザラ級、水上砲撃戦なら負けません。すばしっこいけど、逃がさないから。よく狙って、砲撃開始。波動機は全部出せ。痛快だな。ふぅ、よし、今回は、うん、道中突破できました。うん、やりましたね、やっぱり。こうやって攻略のね、道中で組められるときついんですけども、この戦果も当然の帰結だ。まあだからといってね、どうしよう、アドミラル、何も考えずに連続出撃とかしてしまってはやっぱり同じ結果になりかねないので、ちょっと、まあ、もっともらしいこと言ってるんですけどもね、こればっかりはなんとも。よろしくね。はい、足利さん、よろしくお願いします。よし、さて今回で3回目ですか。うん、うん、基地はね、もう防空は出せないので殴られ放題というのも忍びないんですけども、まあ仕方ないですね。それでは戦闘開始です。第4警戒航行序列で、さあ今回はどういった結果になるのか、みんな頑張ってきてね。来たの、待っていたわ。ここでも存分に戦いたかったの、わかるでしょ、貴様らにもね。え、うん、行ってみましょう。うん、存分にね、殴り合いましょう。ここでスキューが第二艦隊にいるからな。まずは第一航空隊の攻撃が終了として、第二航空隊は多いですね。第二艦隊を2隻、3隻、そして空母も落としてくれると。これで制空権の確保はほぼ取れそうですね。そうですね、基地にもね、まあ機銃なんかもね置いてくれれば、
いんでしょうけども、なかなかそこまで戦力がね回せないのかなと。まあ、よくあの放射装置でこう敵機を原因するっていうのをよくシーンで見るんですけども、なかなかそれで落ちるっていうのはね、方法道を飛んでくりますからね、大変ですよね落とすの。可動機は全部出せ。逃しはしません。さあグラフセペリンですね、大活躍ですね。おお、今回初のボス戦で第二艦隊のダメージがね出てきましたね。やっぱり簡単には、うん、終わってくれない。よし、あとは内撃戦で押していきましょう。やっぱだんだんこうボスもね耐久力やっぱ生かしてくる戦い方してくるので、だんだんヒットポイントがね残っているな、不安になってくる。了解、潜水艦隊作戦に参加します。さあ今回も強編成なんでしょうね、この潜水艦隊。頼むよ。ジンゲもね、ずいぶん火力出ますね。6本の魚雷発射管を搭載しているのか。照明弾は上がりましたね。これで少しはカットインの確率が上がったかなと。あ、さすがに残した。やるな。いいわ、今は下がってあげる。でもいい、覚えておいて、艦隊はこの力は守るためにあるの。自分じゃなくて、ね、倒すたびにちょっと不穏なあのセリフを言ってくるんでね。うん、ね、最終になったら、ね、またちょっとパワーアップしてくるのは分かってることなんで、ね、実戦配備されたグラフ道中この戦果も、まあ、削りの段階ではアドミラル、まあ、こちらも同志アドミラル、空色の巡洋艦が勝利をね味わせてもらいますけども、いや何度でも嬉しいものさ。うん、まあ、最後になったら、まあ、敗北をね味わされるんだろうなと思うとね、うん、またちょっと準備し直さないといけないかなと思っちゃうんですよね。提督覚えてくださいね。はい、アトムさん、アトムさんもね後半第4回の出番が来るでしょう。よろしくお願いします。アトミラール、艦隊が起動した。あ、何はともあれ3回作戦は、うん、削ることが来ました。あ、お疲れ様です。いついかなる時でも、うん、スパシーバ助かる。よし、補給は万全。よし、行こうという感じで、進めておりますね。うん、今日のところはですね、次のあの戦闘で、今日はあの最後の戦記となります。なかなかね最終回帰ということもありますので、まあ、十分ね準備をして、また次ね臨んでいきたいと思いますけれども、まずはもう一度作戦計画概要をご説明
します。戦いにね、行きたいと思いますので、そこまでよろしくお付き合いいただければと思います。この銀河もね、いつの間にか撃墜されてましたからね。最初の頃はもうみんな熟練マックスだったんですけど、まあ、最初の戦闘で落とされちゃって、本当にもう基地防空隊には最初の戦闘で、まあね、ダメージを与えるという任務があるんですから、敵の砲火に突っ込まなくてはならないということを考えると非常に申し訳ないんですけども、あまりこう基地にはね負担もかけないように、うん、できるだけね主力艦隊で務めをさせてあげたいんですけどもね、それだとどうしても手数が足りないというのが、まあ、最終局面ではよくよく起きることなんですけどね。この国の潜水艦が作ったのやるな。91式鉄鋼弾、まあ、戦艦に搭載する、強化弾ですね。まあ、説明不要と言いますかね。まあ、装甲、地の厚い敵に対しては、まあ、これらの強化弾を搭載させることで、装甲を抜いてダメージを出すことができるということなので、まあ、できるだけね、回収値も高くしておくことによって、まあ、大きなダメージが期待できます。でもね、なかなかこの、鉄鋼弾も、まあ、星6までは、まあ、素材がなくてもね、まあ、低コストで回収できるんですけども、7以上にする場合は、まあ、この同じ、鉄鋼弾が必要になっちゃうんで、今家族に3つしかないんですけども、結局その回収を続けていくためには回収素材をね、まあ、開発していって、まあ、強化して、で今度この上位兵装にね回収した場合はまたさらにこう同じ鉄鋼弾が必要になるということで、非常に手間がかかる装備ではあるんですけど、これを上げておかないとね、水上戦でのダメージもそうですし、おそらく今回の今のボスも最後ね、ガンクードでとどめを刺そうと思えば鉄鋼弾も強化しておかないと、まあ、いくら特攻艦だからといってそれだけで落とせると思ってない。まあ、他のあの幹部たちと協力しながら、なおかつね切り札も用意して突破を図っていきたいなと思います。はい、まあ、こんな感じでね装備も着々と、うん、用意しておかないといけないですね。一式鉄鋼弾回というね、ねちょっとあの困った、ね、装備もね、図鑑ナンバー165番ですね、これですね。一式鉄鋼弾回ね、これね。これはちょっと作るの大変だったんですけどもね、うん、
でもこの鉄鋼弾確かに強いんですけども、まあ、特徴としては日本の戦艦に装備するとさらにね、まあ、ボーナスが追加されるという、まあ、そういうちょっと特徴があるんで、なかなかもう本当はそれしか言えないんですけどね、まあ、2つもう1個で用意できればまあいいかなと思って、まあ、今のところもう1個作る途中なんですけど、まだまだ完成には程遠いかなと思います。ね、でね、まあ、清志も陽性が乗ってる、まあ、なんか危ない薬品ですけども、まあ、これも後半回帰、まあ、第4回帰、まあ、今も実際ガンクールに装備させてはいるんですけども、うん、きっと活躍してくれるでしょう、うん、はい、それでは戦記をしていきたいと思います。で、支援が離れてる、王将さんの支援が離れちゃったんで、ちょっと控え、機動部隊、機関、航空母艦、運輸、運輸受けてもらいます。だいたい4艦隊はいないし、ではアトミラール、この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くないぞ。この国クリスマス、クリスマスね、よし、いいね。嫌いじゃない。それであとは作戦計画概要を出演表紙でいきましょうね。これでよいしょ。前段作戦、第三作戦海域、道中をね油断をせずに私が預かる機関グラフチェックしていきましょう。罰病する、最初の、対戦マス、うん、もう一回撤退したので、もう撤退だけは避けてください。お願いします。攻撃隊、ここはね突破させてください、うん、お願いですね。下の王陣で4隻、これでどうぞ。さっき5隻出た時がやっぱり一番きついですよね。本だけではすいませんよ。近づけるな、ファイヤー。実は結構最新鋭だぜ。本物のな、逃しはしません。うらあ。私がラ・メイヤなのですか。よかったです。まずはね、最初の先生マスはね突破できました。また一番、ありがとう、この水上戦もね、うん、なんとか通してください。お願いします。1回ごとにお願いをしていく。敵艦隊発見か、よろしい。攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。敵艦隊発見か、よろしい。攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。さあ、支援艦隊にみんな頼むよ。よーしね、急にダメージ、そこね、そこを落としてくれるとね、だいぶ大破率は下がるんで、うん、あとはね、突きだな、うん、突きを落としてくれれば
安心して突破できますね。よーし、道中はこれで突破となります。私がラッキーガールですって？全然そんなことないよ。博士とか苦手だし。これプリンツはね、なかなかちょっと第一艦隊っていうことがあって、 MVP 今回初めてかな。どうしよう、アドミラル。空色の巡洋艦艦隊に入れたい気持ちもあるんだけど。いや、何度でも嬉しいものさ。うん、ハラショー。そこはなかなか、今はまだね、ね、完璧ということでね。あとどうしてもボスにフィニッシュを出したくなってきたら、まあ、第1艦隊にいる従順を第2艦隊、まあ、最終的には回すつもりはいますけども、今はちょっと水上戦でね、どれだけ数減らせるか、そっちの方にちょっと戦力を塞いでいる状態なのでね。今回は騎士航空隊警備でしたね。それでは第4警戒航行序列で戦闘を開始です。行ってみましょう。いい流れが来てます。行ってみましょう。まずは第一航空隊終了しましたね。多分第一航空隊の役目としては、まあ、制空権の確保が大優先なので、よろしい。攻撃隊、発艦を始め。見た目と声が合っていないということですね。エルミンサイト、戦闘配置、急いで。さあ、支援のみんな頼むよ。よし、よしよし。よしよしの TG フリー。今回のこの展開はどうなんだろう。そうか、本体が喋っている、どっちが本体かちょっとわからないですね。カニが本体ということも考えられますね。やっぱりこう命中率が高いんでね、ちょっと回避ができないですけどね。 TG フリーの周りにはだいぶダメージ出してるんじゃないかなと思われ。よし、第2艦隊、まずは第2艦隊を落としてください。お願い。残っちゃいそうですね、これだと。やっぱりね、TG フリーだとね、ダメージが大体2割くらい落ちますからね。タシュケントの予選、お望みかい？いいよ、どうし、突撃だ。支援はまた、またしても同編成ですね。皆さん、行きましょう。頼りにしてますよ、ちゃん。了解。潜水艦隊作戦に参加します。だん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 こうね、戦力がね、向こうも整ってきてる感じがして、苦戦は免れないよという感じですね。20ミリ連装機銃が火を吹くわ。お、今4つのパッドイン出ました。
どれくらい出るのかな。おお、すごい。支援だけでも300ダメージが出してくれましたね。あとはだいぶ残っちゃったんで、うん、どこに飛んでいくかなといったところですね。ボスめがけてドーン。それでも半分。おっ、もっとやるね。ダメージのね、一番出るところをやっぱり刈り取っていくね。俺は無理だなと思いつつ、信じて送り出したジャービス119と、やっぱり硬いな。やっぱりベールヌイエムをカットイン装備にした方が良さそうな感じがしてきました。実戦配備されたグラフ、多分連撃ではこの戦果も当然の帰結だな。アトミラール、運命発せそうにない。勝利か、いい響きだな。嫌いじゃない。でもそれが分かればね、決戦の手もありますので。航空母艦、2回2回目の報奨さんですね。のですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。アトミラール艦隊が起動した、はい、ということで本日はね、出撃はここまでということになります。それでは、今日の何の日コーナーをね、ちょっとやらせていただきたいと思いますので、ちょっと準備しますのでお待ちください。はい、ね、おいちゃんさん、ごめんさん、お疲れコメントありがとうございます。ちょっとね、今日は早めではないんですけどね、出席の方はここまでということになりましたが、またね、近い多分、明後日頃にはまたね、出席したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、まあ、いつも最後にやってるコーナーやらせていただきたいと思います。こちら、はい。本日、12月23日は、東京タワー完成の日となって、記念日となっております。こちら1958年、昭和33年この日、東京の芝公園に東京タワーが完成、竣工し、完成式が行われました。この日にちなんで東京タワーの日とされることもあります。まあ、当時はフランスのパリにあるエッフェル塔、312メートルより21メートル高い世界当時の最高の建造物となりました。東京タワーの正式名称は日本電波塔で、東京のシンボル観光名所になっております。まあ、多分ね、皆さん一回は行かれたことがあるんじゃないのかなと。まあ、自立式鉄橋としては2012年平成24年2月29日に完成した、まあ、東京スカイツリーですね、抜かれるまでには日本一の高さでありました。設計は塔博士とも称される日本の設計第一人者である内藤多仲さんですね、らによって行われました。まあ、工事費用は約30億円、1年半に延べ21万9335人の人員を要して完成をしております。
こちらはあの地上125メートル、海没約150メートルと 223.55メートルの海没約250メートルに展望台を有したトラス構造の電波塔です。昼間障害標識として頂点よりインターナショナルオレンジと白色を交互に配した塗装になっております。合計約4000トンもの鋼材が使用されましたが、その中でも特別展望台から上に部分に使用されている鉄材の原料には朝鮮戦争後にスクラップにされたアメリカ軍の戦車が使われているそうです。これは当時の日本では良質な鋼材に恵まれず、またアメリカにとっても旧式戦車の売却として新型戦車を製造したのメリットが大きかったためということが挙げられるそうですが、まあ、今でもね、観光名所として東京タワー、また行かれることがありましたら、今日12月23日が記念日となっております。本日は、ノーマルのカンコレ、前段作戦の23号、ノルウェー北岬沖北極海、PQ-17 船団護衛せよの戦力ゲージ、パート1をお送りさせていただきました。次回は、パート2ということでね、お送りさせていただきます。本日もね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。次回も攻略の方ね、一緒にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼いたします。じゃあね。